はい、皆さんこんにちは。昨日のことですが、突如ですね、ビーツソロプロワイヤレスというね、こちらのヘッドホンが、新しくですね発表されて、予約もね開始したんですよね。でこちらノイズキャンセリングの機能がついたヘッドホンということでですね、今日はねこちらについてねまとめていきたいと思っています。はい、ということでこちらビーツの、ね、ホームページだともうトップの方にですね、ソロプロ登場というね製品ページがあるということで、まあ詳細がね確認できるというねところなんですけど、で購入についてはですね、ビーツのページからバックに追加っていうのを押すとですね、まあそこからアップルのホームページのアカウントにこうやってね飛ばされるんですよね。でアップルのホームページの一番上には製品ページが出てきてないんですよね。なんでね、ここのバックから確認するとね、やっとページが出てきたという感じでね、なんかまだあんまり打ち出してないみたいですね。で、大きな特徴です。まあこれね、注意機種のソロに、まあ、ノイズキャンセリング機能がついたというね、ところでしょうかね。そして、チップについては H1 チップ内蔵。そしてノイズキャンセリングですよね。で、ファストフューエル、まあ、標準搭載なんで、まあ、10分の充電で3時間再生ができるってことでね、H1 チップの関係で、Hey Siri に対応したりとかですね、あとはですね、こちら3種類の再生モードですよね。で、その他、6色展開、ライトニング充電などが特徴でしょうかね。はい、それでまあ外観サイズについてはね、まあ、こんな感じで、重量はちょっと一番重いのになってるみたいですよね。で高さってまあどこの部分なのか分かんないですけど、大きさについてはソロ3よりちょっと小さいのかなというねところですけども、それでこちらですね、なんか今回はねちょっとデザイン変わってますよね。まあこのアルミらしきね部分がこのようにね、あるというねところでですね、でまあ畳むとこんな感じということで、キャリングケースについてはの不織布っぽいものがねついてるみたいですけどね。はい、それでまあ機能については、まあ、H1 チップに、ね、なったというのがね一つ大きいのかなというところと、ノイズキャンセリングがね2つモードがあるんですよね。それがねスタジオ3よりも上ですよね。でビームフォーミングマイクが2つになっているというところ、あとは加速度センサーがね追加されているようですね。そして Hey Siri が、ね、対応になっているというねところですよね。でこちらチップについてはですね、ビーツソロプロのページからちょっと拾えないもんで、AirPods 第2世代の時のやつをね、まあ、これ見返すと、まあ、大体こんな感じの進化をしているということでですね、まあ、全部が当てはまるか分かんないですけども、まあ、この接続速度であるとかですね、あとは、このゲームでの遅延が減ったりとかね、まあ、そんな感じが期待されるところでしょうかね。うん、であとはね再生モード、まあ、こちらはですねノイズキャンセリングの関係で、2つあって、あとは低電力というね、モードがねありまして、まあ、3つの種類で使えるようになっているということでですね、まあ、真ん中のトランスペアレンシーというのはこの自然に外の音も聞こえつつ音楽も聞きやすいというね中間ぐらいのモードのようですよね。でバッテリー重視する場合にはノイズキャンセリングをオフにすればいいということで、バッテリーの最長40時間を持続するという、ね、ことのようですね。でバッテリー関連、こちら今回からライトニング充電になったようですね。であとはですね、これ開閉でオンオフということで、畳んであるこのヘッドホンをですねパッと開くとオンになって、畳むとオフになるというねところのようですよね。であとはねこの LED の、ね、残量表示が、ビーツソロ3は、ね、あったんですけどね、これがねちょっとね写真から見た感じではわからないというねとこですね。でこれ私が持ってるソロ3なんですけどね、これはねちょっとね特別仕様のやつなんですね、これシンガポールで買ったやつですけども、でこれもね結構ね気に入って使っていますけども、まあ、このようにねこのオンオフは電源ボタンで行うんですよね。でこのボタン押すとバッテリーの残量表示もね、ついでに出てくるというね、ここ光ってますよねっていうね仕様なんですね。
で、操作についてはビーツ本体でもできるようですよね。右のイヤーカップで音量トラック、通話のコントロールなどができて、あとは左側でモードボタンというので、まあ、このノイズキャンセリングとトランスペアレンシーの切り替えとかができるという、ね、ことなんですよね。で、Siri についてはそのヘイがね対応しているんですけども、まあ、音量とかねトラックとか通話のコントロールその他がねできるようですね。で、ビーツの製品ページを見た感じですと、B ボタンでもね、Siri 起動は可能なようなね、記載があるんですけど、まあ、ちょっとね、実際どうなのかなというのはね、ちょっと現物見るまではわからないという部分もね、あるでしょうかね。はい、それで、その他ですけども、これね、有線接続がどうもダメっぽいんですよね。で、これがこのようにね、写真で見る限り 3.5 ミリのイヤホンジャックはなさそうってこと で、先ほど申しました LED 残量の段階表示もね、ちょっと見た感じなさそうに見えるというね、ところでですね。で、まあ、あとはね、これクラス1の Bluetooth 接続っていうのは基本的にはね、変わってないというね、ところのようですね。で、お値段の違いもこんな感じになっておりますね。まあ、これだからソロ3は、まあ、前はね2万800円じゃなかった時もあったんですけど、まあ、今で言うと、こちらね1万円ぐらい違うというねところですよね。で、Beats Studio 3とは、こちらが5000円の違いというね形になるでしょうかね。それで、まあ、こちらね、先ほどの話、有線接続ソロ3にはねこの 3.5 ミリのイヤホンジャックがあって、まあ、ここからね使えて、で、ここの充電はマイクロ B だったわけですよね。で、この 3.5 ミリのイヤホンジャックについてはですね、私が買った時はこのリモートトークというケーブルがついていましてですね。で、これはね、マイクとリモコンが内蔵されたケーブルなんですよね。こういうものですよね。まあ、そんなんでね、有線接続がバッテリー切れの時にもね、できたというね、ところなんですけども、今回は、付属していないようですね。あとは写真から見る限りは穴も開いてないようなんでね、多分ね無理なのかな。はい、それで色についてはね、まあ、6色ありますが非常にねこれ迷いますよね。やっぱりねシンプルにいくんなら黒かなって気もするんですけど、まあ、このグレーアイボリーもね捨てがたいというところで、まあ、ただちょっとね見た感じグレーとアイボリーについては、まあ、位置づけが少しね近い感じはね正直私はね印象として持ちましたけどもね、何かねもうちょっとスペースグレーみたいな感じのがねあってくれてもよかったなっていう風にね個人的にはね思ったんですよね。で、あとは下の3色についてはモアマットコレクションという位置づけの色のようでですね、で、なんかこれね海外の記事だったかなによるとファレル・ウィリアムスとのコラボレーションで作った3色だというねことのようですけどね。まあそんなんでねこれ私はねどれにしようかななんてね非常に迷っているねところですね。うん、まあこのモアマットコレクションも結構ね赤とかダークブルーとかね捨てがたいなというねところでですね、まあ、あるいはですね、もうこれ直球で黒でいくかなんていうね、気もしていますけどもね。で、私の場合ね、ソロ3でね、こんな色をね、持ってますから、これゴールドとね、グレー系なんでね、なおさら、グレーとかね、アイボリーを選びづらいというね、感じになっているんで、まあ、ちょっとね、他の色を狙ってみようかとは思っていますけどね。はい、ということで主要な部分をねまとめてみましたけども、やはりねチップの違いっていうのは一番大きいでしょうね。 H1 チップなのでね、これについてはその安定性とかその他について、この AirPods の初代と2代目の違いみたいなねイメージですよね。あとは低電力モードも含めて3つのモードで再生ができるというのがね、まあ一つの特徴ですよね。で、その他、まあこれ充電がライトニングになったりとか、あとはオンオフが、これね開閉でできるようになったりするっていうところでね。で、あとは有線接続は、まあ、多分フカッとねしていますが、サポートにもね私聞いてみたんですけどね、残念ながら断言はねしてくれなかったですね。まあ、ただし、リモートトークのケーブルなどがついていなかったり、まあ、写真から判断して、まあ、このフカではないかワイヤレスだけではないかという回答は、まあ、あったというねところですよね。まあ、これはちょっとね物が来てみないと断言できない部分はありますよね。ちょっとサポート残念な感じですけども。
で、まあ、そう考えるとですね、有線接続を確実にしたい方についてはね、やはりまあソロ3とかスタジオ3でもいいのかななんていう部分もありますしね、まあ、あとはノイズキャンセリングがどうかというところでですね、まあ、価格差その他で選んでいくというね感じになるでしょうかね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。